やハロー、こんばんは。はい、現在8月22日日曜日0時33分ですね。はい、さあ今からですね、Dアニメストアに上がりましたマギアレコードセカンドシーズンの4話を見ていきたいと思います。今ちょっとこの状況なんで声が出せません。じゃあ自己紹介。はい、僕はマジ大道芸人ハマーと言います。一升瓶に乗ってジャグリングしながらハーモニカを演奏してタンバリンを叩く世界で唯一の技の持ち主です。テレビには25回ぐらい出ました。で、この本の著者でもあり、現在40歳、芸歴は15年目のマジシャン、大道芸人、パフォーマーやってます。で、やればできる、諦めない、これを伝えたくて主に子どもたちの前でショーをしてますが、現在はコロナの影響で1年半ほど貯蓄を切り崩して生活してます。イベント全くなし。で、貯蓄もだいぶ減ってますんで、ずっと家にいます。その間にアニメにはまりまして、この約1年5ヶ月で、約410作品は見てまいりました。で、気づけばアニメリアク職人と名乗りリアクターやってますが、でかいハンデがあります。ここに書いてますけども、もともとここは僕が一人暮らしをしてたワンルームの家なんですが、2017年の9月にですね、東京に住んでたうちのおかんにいろいろありまして、向こうで住めなくなって一人暮らしも困難になってうちに来ました。で、僕は世帯主なんで家賃、光熱費、更新料などは僕が払ってます。今も当然なので、食費とその他は払ってくれと、大体折半ですね。はい、その条件のもとうちの母は我が家に住んでます。はい、で、今カーテン、薄いカーテン1枚で仕切ってますが、目の前2メーターぐらい先でテレビ見てるんで声が出せません。はい、というハンデがあります。基本的に起きてる間は無理です。家にいる間は無理です。で、寝てからも声は出せません。すぐそこで寝てるんでね、というハンデがあるんですが、やればできる、諦めない、これを伝えたくて僕はね、会社員辞めてパフォーマーになりましたんで、今はもう真剣にアニメリアクターやってます。なんとかね、皆さんにやればできる、諦めない、これを感じ取っていただけるように、もう気合と根性でアニメ見てとにかく試行錯誤してます。声がちっちゃかろうがリアクションができると、もう仕方がないですからね、これは。はい、というのでね、なんとなく応援とかね、していただけると幸いです。はい、お願いいたします。で、本業を知っていただきたいので、概要欄に僕のホームページ、SNS、各種 PV など載っけてますんで、ぜひ見てください。僕のショーを見てね、喜んでる子供たち、可愛いですよ。あとは世界で唯一の僕の技をぜひ見てください。お願いいたします。はい、では行きましょう。マギアレコードセカンドシーズン第4話、Dアニメストアですね。行きます。八千代がええ顔しとるね。誰や、待ってますよ、玉木いろは。誰？誰の声これ？あ、戻ってきた。噂に逃げられた。はい、オープニングです。前回見ましたけど、ちょっとまあ、理解がね、もうちょっと難しかったんで、さっきほんの少しだけね、またファーストシーズンの、総集編の第3部の最後のところちょっとだけ見ました。それでも難しい。
そう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 。ちょっと一応キャラも見とこうと思ってね、キャラの一覧出してます、公式ホームページの。あれ全然載ってへんや。みんなどうなってたっけ？マギウスの、あ、マギウスに捕まってんのかな。あ、これマグカップね。その黒いはマギウスの翼なんよね。ヒミラが眠くやられたんか。死ぬ、ヒミラが眠、死ぬ。ああ、そうだよ、うん、あ、言ってた言ってた、それ言ってたな。マギウスの本拠地に乗り込むってことね。みたいなもんかな。お、つくえつかさとつくよやったっけな。あまねつくよ。八千代から、おあ、結界か。
千代田屋天音姉妹が始まりましたね。これはフェントホープの地下。ドッペル使ってんねや、クロエが。宝崎は2人しか行けんのかな。さっき知りましたけど、ドッペルは神浜じゃないと使えないみたいですね。さっき知りました。こっから徒歩か。あれ？あ、レナか。レナやね。これはマギウスの翼に入ったか、レナは。ついさっきまで。あ、楓も。楓が弱っとるぞ。調整で見たまえた気か。一緒に行くのね。何か。え？楓の影がおかしい。何これ。ビーバート。あ、これは窓かやね。そして前回確か窓かで終わったんや。さやか。
ちっさいキューベイって、いまいちよくわからへんねんけど。何これ、何これ、気持ち悪い。これ全部魔女、魔女の飼育施設。魔女の餌を作るため、怖いけどそれより悲しい。魔女出てきた。警備用の噂。黒いか。あ、そうじゃ濁ってるね、黒い。コネクトって何だっけ？ちょっと後で調べます。お、倒した。相手が何かいで魔女なんの、もしかして。わ、これで魔女になった。これ楓のドッペル、これ魔女になった。わ、気持ち悪。ドッペルが暴走してんの。すんのこれ。絶好階段から仲直りしたんですね、二人は。
戦闘心すごいな。フェリシアと御霊か、あ、違う、モモコか、トガメモモコだったけど、なんかモモコって久々見た気がする。おしまい。ドッペル症患者隔離施設。人格を乗っ取る。黒い危なかったな。いつ戻んのこれ。楓でか。これは確か魔女になったのと一緒やかな。言ってた言ってた。砂時計、何これ、あれこれは、ね、ああと灯火と眠か、あとアリスグレイやったっけか、これお前はそれでいいのかやって、あれか見たまに言ったセリフやな。コネクトを調べます。あ、今エンディングです。すいません、回すませずと。コネクト、自身の力を仲間に分け与えて強化する能力であり、一定ターンのみ発動者以外の魔法少女一体に特殊効果を付与できる。あ、これゲームやな。
ゲームの話か。特定のディスクを任意の魔法少女に特殊効果付きで与えるシステムである。ちょっとよくわからへんな、C パートあるかな、どうやろう。確か、あ、C パートなし、なしですね、なしですね。また見てね。ほんまによくわからんと見てるんですが、とりあえず、さっきこれ見る前にドッペルの意味とか、ドッペルの意味一応調べまして、ドッペルって神ハマししかできへんねやっていうのを知ってすぐに見ました。これで使いすぎると人格が乗っ取られるとか言ってましたね、その御霊が。ってことはもう魔女になったと一緒じゃないの、そのレナやったっけ言ってた、それって魔女になったのと一緒じゃないのって。ホテルフェントホープでしたっけ。ちょっと今回のあらすじを見ます。あらすじは、イロハはクロエから妹ウイの親友でありマギウスのヒイラギネムのことを聞き、ネムが自分のことを覚えていると知る。イロハはネムと話すためクロエにネムの元へ連れてくるために、イロハたちをクロエの際にはマギウスの本拠地ホテルフェントホープへ向かう。向かいましたね。でフェントホープの入り口に立った3人だが、入り口から出てきたアマネ姉妹と鉢合わせしてしまう。野獣がアマネ姉妹を引きつけている間にフェントホープの家に入り込んだイロハとクロエはネムの元を目指すが、その前に現れたのは黒羽の姿をした、南レナと秋の楓だったと、これあらすじ読んだらほとんどネタバレなんですよね。そう、だから今野獣もどのようになってんじゃん。そういえばね、アマネ司とつくよでしたっけ、姉妹と戦ってますけど、最後調整や御霊と桃子、どっから現れたの、御霊と桃子もマギウスの翼に入ってましたっけ。ちょっとその辺がねよう分かってなくて、とりあえず楓がどうなるかですよね。でその黒絵も多分あと一発最後使ってたらああなってしまってたってことでしょうね。それをイロハが止めたからよかったものの、実はこのアニメは戦闘の作画がすごいですね。それちょっと毎回おおってなりますけど、あ、はい、ということでちょっとねまた予習をしてから来週見たいと思います。予習じゃない、復習か。で野鳥はどうなったのかで、とにかくヒイラギネムを探すのが今は目的なんですよね。ウイも探さなあかんけど、でだから根本10日が最後に何か始まる言うてましたね。ちょっともう一回後で聞き直します。何かが始まる言うてましたね。何やろ、何が始まるんやろ。でアリス・グレイでしたっけ、ちょっと名前忘れたけど、ファーストの最後に早くワルプルギスの夜始まんないかなとか言ってた武田太陽さんのね、出てきたと思いましたけど、ちょっとまだ全然人物像とか分かってないんで、とにかく来週ちょっと楽しみにしたいと思います。その前にちょっと予習じゃない、復習をしてから行きたいと思います。はい、ということで、マギアレコードセカンドシーズン、第4話でした。どうもありがとうございました。よかったら高評価とか、チャンネル登録などお願いいたします。はい、以上マジラ時に浜でした。では。